さんこんばんこばは、えー、今日はね、えー、と日経平均、うん、だいぶ上がりましたね、289円。で、えー、2万8000円が近づいてきましたね。はい、2万8000のここのところね、この1年間ぐらいかな、2万8000円をつけるとまた下がる。で、2万6000台入って、えー、また2万8000円に上がってくるということの繰り返し。 だったで、すね、はい、で、えー、まあ、直近では一番高い値に来てます。えー、それからニューヨークダウ、今ね、夜10時半もあったんで、サマータイムですね、アメリカの。サマータイムに始まってまして、えー、ニューヨーク市場も始まってまして、えー、30ドル上げになってます。はいえー、と通貨の方はですね、0.3円、えー、下がって円高になってます。というような状況ですね。 はい、えっ、ー、とね、まあ、日本株でいうと、この4月というのは、えー、今日4月11日ですけど、下げる方向なんですよね、下がっていく方向なんですけど、実はね、下がってないんです。3月末の、えー、配当金確定日から、実はね、一旦下がったんですけど、今ね、えー、下がる前の金額、金額ですね、えー、2万8000円になぜか近づいちゃってるんですね。 下がる、まあ、以前の金額が上がってる感じですかね、はい。ちょっと見てみましょうか、チャートね。はいえー、とねこの1か月で見ると、1か月間、ね、で見ると、えー、と今日はね、えーえーと、そうですねあ、1週間チャートでいうと、四月頭から、まあえー、と4月6日、えー、先週が一番低かったんですね。 はいでここで買うべきだったのかなと思うんですけど、実はそんなのね、わかるわけないし、まだ高いと思ってたんですね。えー、4月6日が2 7500円、2 7400円ぐらいですか、ね。これまだ下がると普通思いますが、なんと上がってきて2 8000円超えてきてます。はい、2 8000円前後ですかね。2 8000円近くまで来てますね。 で、えっ、ー、とね、1ヶ月ゃってみると、3月末段階が2万8200ですから、もうすぐね、権利落ちの値に近づきます。多分ね、戻ってきちゃうんじゃないかなと思いますね。あと、わずかですからね。あと300円ぐらいですから。あ、400円ぐらいかな。あ、350円ぐらいですね。はい。1日ぐらいでいっちゃう可能性ありますね。うん、ただ、これはね、えー、ほら、この通りね、この1年間見ると、ジグザグ、ジグザグしてますね。 ちょうど7月ぐらいがピークだったんだなぁ。はい。これはね、もっと長く見ましょう。2年チャート。3枚くるときもありました。5年。そう、このね、えー、2019年の3月。ここが一番ね、下,下げですね。要は例の感染症が始まったときですね。はい。コロナショックというやつですね。そこから、ええー、とね、 ずっとここ2年ぐらい、2年ぐらい、3年ぐらいですか、あのずっとこの2万8000ぐらいを往復しているだけです。はい、なかなかまだね、先の見えない、ねえー、状態なんですが、まあ、例年で言えばね、この4月、4月というと、えー、1日だったんですかね、4月でいうと、 うん、これが下がっていく5月に向けて下がってきて1年前見てください5月8日に一旦上がるんですねはいだから、えー、5月頭にね仕入れるセール飲名というですねという形をとるんですけど、えー、今のところちょっと高値をついついてるので新しい株をねあの購入する状態じゃないのかなと思ってますではねえー、と私の、えー、持ち株 ですね確認しましょう。えー、ポトフレーですね。はいで、ね、1200万を超えてきました。はい。何にも買ってないんですよね。新しく何も買ってないんですけど、はい。今日1日で6万5000円が上がってます。はい、で、えん、ー、何も買ってなくて、勝手にいこの半月で半し、えー2し、2週間ぐらいですね、半月で20万以上上が,上がりました。はい たらまあ今がピークじゃないかなと思うんですけどね。はい、今全部売却すれば1200万ですね。あの株の、ね、投資予算だけですね。言、はい、うとそのぐらいありますから、まあこれ以上ね、えー、今のうちは買わないでいきます。で売却しないでねおこうと思ってます。あの、えー、30メガラぐらいあるんですけどね、えー、今の状態で持ってきたいと思いますね。で、えー、紹介しているの,のオリエンタルランド。 これがね、500株になってて、なんと240万まで来てますね。はい。で、当初買ったのが、まあ買い換えたんですよね。もともとは60万で買ってますから、うん、4倍、4倍になりました。4倍ね。はい。これはまだまだ伸びると思います。株式分割して、4倍になったんですけど、5分割してますから、ね、また、えー、上がっていく傾向ですね。はい。 ちょっとチャート見ましょうか。ほら、ね。あの、分割しからまた上がってます。はい。えー、これ1年チャートで見てますけどね。あの、権利確定の時から、えー、5月の上旬に向けて下がりましたよね。えー、これが買い時なんですね、本当はね。5月の上旬がね。はい。だから今はちょっと異常な状態なんですが、ね、あの、上げがついてますね。まあ、株式分割したばっかりなので、 この銘柄についてはね、ちょっと違う傾向はあると思いますね。はい、あとはね、嬉しかったのが、一番最初、日本郵船ね、これ、あのー、権利落ち直前に買って、えー、配当金を受け取れる権利を得たんですよ。だから下がるかなと思ったんですが、実はね、下がんないんですよ。ほら、まあ、たったプラス400円しか儲かってませんけど、はい、今、 売ってしまえばあのー、配当金だけ、えー、15%ぐらいなんですけどね、えー、それをっ、えー、ねいただける、まあ儲けちゃう感じですね、はい、ただ今ね業績ね、えー、見ますとおこの船のね海運事業ですね海運会社はみんないいのであのー、ちょっとまだ持っておこう,こうかなと思ってますはい えー、ということ、これが嬉しいですね。で、相変わらずちょっと、まあ,あまり回復してこないのが西松建設。それからトヨタね。トヨタいろんな発表最近してますけどね、EV 社の,、ね、の量産ですね、2年後かな、までにはね、相当数ね、生産できるというのは発表してますけどね、うんなかなかね、それを見越して買ったんだけどね、行かないですね。あと、任天堂マイナス10万までいったんですけど、マイナス6万まで。 回復してきてきいます、はい。これね、最近いいんですよ。チャートね、えー、っと、3ヶ月。3ヶ月前ぐらいに60万ぐらいで買ったんですが、かなり落ち込んできて、ここ最近、えー、急に上がってきてるんですね。はい。ね、そろそろ、ね、何か新機種を出してくれないかなと思ってるんですけどね。はい。まあ、あのかなりね、苦しい中で、 回復基調にあるというところですね。トヨタとニンテンド。最近、肩株でね、損してるとかころこですねで。日産も頑張ってるんですけどね、今日は2.74%上がって、大きく上げを見せてるんですけど、うん、黒字にならない。はい。スカイラーク、うん、これも頑張ってほしいですね。一斗キ録がね、だいぶ、まあ、少し良くなってますね。マイナス6万ぐらいあったんですけど、マイナス4万ぐらいになってます。はい。ということで、全般的にね、 えーっとね、全般的に上がってます。はい、プラス6万、えー、1200万のうち6万5000、0.55%、まあ、上昇なんですが、まああのー、今、今夜の、ね、ニューヨーク市場を見てると、ねえー、若干上げで動いてますから、うん、明日も日本市場上がってくれると思います。はいでえーっとね、ちょうど来年から、ちょっとかいあの話変わりますけど、 ニーサ a が新しいは、ね、新しい制度に変わるんですね。新ニーサということで。はい、で、えっ、ー、とね、えー、今買うべきなのか、それとも今、えー、現金を貯めて来年買うべきかですね、はい。これ結論から言いましょう。今買うべきだと思います。はい、あのー、年が変わって1月になると、えー、新ニーサで一斉にみんなね、えー、買う人が多いですよ。 はい、で、まあ、た今貯めてる人もいると思いますけど、えー、買う方向ですよねほとんどねでいつ買うかっていうと、えー、n i s って2014年ぐらいから始まってましてもうねロールオーバーをやってましてロールオーバーもまあほぼ終わりつつあるんですね、はい、ですから、えー、新しい株を お昔からねあの最初からやってる人から比べたら4年間投資できてないんですよ。で特定口座に買っちゃって、えー、税金払ってですね続けてる方が多いと思うんですね。ということは年、あのー、が変わって新 NISA ーーがどうになると今までの2倍投資できるんですね。ですからあー特定口座で買っておいたものを一旦売却して NISA で、買い直すという形を取ると思うんですね、おそらくね。はい。で、それは何,何割ぐらいいるかわかんないんですけど、まあ、かなりの人がい,いると思いますね。はい。えー、それは正直言ってね、なんともいないですけど、2割、3割はい,いらっしゃると思います。はい。そうすると、一旦売って、また買うわけですから、あのー、株のね、流動性が上がるんですね。ということは、年上がると、年が変わるとですね、2024年になると、 あのー、株価が上がるんですよ。だから今買うんです。はい、で、えーと、上がりそうな人気株ですね。業績とかそんなのはもう除外です。なじゃあ何かっていうと、私の持ってるやつだと、このオリエンタルランドなんですよ。はい、このようにね、業績が悪い時期、えー、感染症の時期でも持ちこたえて株価を増やし続けたじゃないですか。これなんですね。こういう銘柄。はい それから、えーとね、今、この5月から、来月から、マスクなんかが禁止、あの、なんていうの、配信になるんですよね、禁止じゃないですね、配信になるのであの、外食が解除されてきますので、えー、そう、外食、私ほとんど外食も持ってるんですけど、ファミレスとかね、これが上がってきます。私ね、結構持ち株としてはね、いいんじゃないかなと思いますね。あの配当重視じゃなくて、優待重視なんです、私ね。 でそれで、優待銘柄が多分値段が上がってきます。はい、これがね、来年、どかンとくると思うので、それとね、えー、再来年、2025年は大阪万博です。大阪といえば、日本の台所、ね、もう食べれないものはないぐらいあるんですね。これがね、大回転してきます。だからね、これからね、えー、大阪で、ね、梅田、南波、 こ、ね、この辺、ねえー、り、えー、万博会場がそうですね埋立地になりますから海の方ねあのだから梅田地域ですねこの辺の再開発っていうかで開発ね梅田をもう仕切っちゃってるんであそう、えー、梅北エリアですね、えー、この辺りが今ねあの建設が続いてますんでこのできたところにテナントを入れる店舗ですね えー、そういう銘柄をね、押さえていきたいと思いますね。あと、ゼネコン、ね。今ね、ゼネコン下がってるじゃないですか。あのー、仕入れ時だと思います。建設が上がると、増えると思いますんでね。私持ってるのは、そう、えっ、ー、とね、えー、建設でいうと、西松建設、これ土木ですけどね。はい土木で、えー、まあ、そういう交通機関もね、今、建設進んでますから。 あの新幹線の新しいやつですねあの、リニア新幹線、これも土木工事、トンネル工事、進んでますし、それと長谷湖、ねえー、大阪に住む人とかね、増えてきますから、えー、マンション系の建設会社ね、えー、これを持ってますね、この辺おすすめだと思います。今ね、あのー、悪くはないですよ、横ばいだったんですが、あのこの辺、ゼネコン関係が、ね、上がってくるかなと思って、 まだ私持ってませんけどまあ欲しいなという思っている建築系のねゼネコンをですね今もあの検討しているところですでゼネコンって配当率が高いのでそうただ上げ下げがね激しいんですよで、えー、梅北エリアの入札に勝ち抜いてる会社とかを探していくといいかなと思ってますだからなんだそういったその公共工事の入札状況とかね それから、私は今大阪に住んでますから、そう、あの建築計画のお知らせとかね、その辺見ながらしていくと、もしかしたらね、あの、大きい土地を開発手がけてる会社とかがね、分かるとね、結構ね、あの、先手打って投資できるのかなと思ってます。はい。ということでね、なかなか今投資が難しい時期ってますね、あのー、思ったように下がってないので、 仕入れ時期には入れらない。ただ、ね、今買うかというと、今ではなくて、やはり5月の上旬までちょっと様子を見て、今言った銘柄、外食系ですね、それとゼネコン関係ですね。はい。この辺がね、狙いじゃないかなと思います。はい。あのゼネコンで、ね、今下がってますからね。今あ、投資チャンスだと思います。はい。ではね、えっ、ー、と、ここ1年間で、 えー、そう、なんだ株価がねあの、私の持ち株としてはね、日経平均もね、かなり高い値に到達しておりますので、えーまあ、とても嬉しい状況なんですけれども、えー、ただね、投資チャンスとしてはまだ先なのかなということをちょっと説明いたしました。でではは今日はね以上です